さあ第6試合参りましょう。まずは赤コーナーはこの MC だ。そして青コーナーはこの MC だ。さあ、くるみそだ VS46 で参りましょう。先行後攻を決めるカードドロー、くるみそだお願いします。どっち？先行くるみそだ、後攻46で参りたいと思います。 Yeah, ではビートチェックしましょう。 DJ ユノお願いします。さあ、それでは参りましょう。さあ、フィールドも出てまいりました。第6試合8小節4ターンです。先行くるみそら、後攻46、レディーファイ。いやー、 1.5 でされたスキルハラスメント、鬼背負いで2勝、駆逐科学検証。 2.5 やっとできた言葉に余裕、元アイドルが発展でこのタイトル。楽屋でうるさい怒られた、私にはないらしいぜマナーと常識。でも案の愛と正義と好奇心、破天荒戦三度目の正直。確かに正直だけどないよ常識、俺のスキルノーリミット。後ろのステージなら宝箱、はい見て通りこいつ頭がポーン。イカれてるやつ目の前にいるけど気にしゃしない、俺もブリブリ沸かす次々、こいつステージ上でしてろ尻フリフリ。私マリってないラリラリホ、こんなんできんぜオノマトペ。頭が食らったのは大人のせいだって、金欲しいだろ喉から。2000エントリーが生んで闇じゃねえな、花から MT バトル出た時2000円も払わねえで呼ばれて出てきてるから、逆に俺は2000円ペイし続けて今ここに立ってるから、違いわかるか。我が背に来てる MC、 確かにやり方はだけど裏じゃ仲良し、目の前につけてるこいつの猫耳だけども、こいつは捨てるフィルライカ生ゴミ。はい、勝つことに必死になりすぎて自分がしたい元のスタイルできてないよね。お前早口が好きなんでしょ、そんなの客が騙してるピエロ、そんな本当のことが分かんの一人を、そんなに負けんのが怖いの。私はこんな枠野郎に負けても悔しくないです、なんなら負けた方がいいです。私で湧いてくれる人が少しでもいたらそれで幸せです。そうそう、俺は早口今一回もやってないのに沸かせられてる、これピエロじゃなくないよ、スキル見せてるんじゃない、俺がやりたいことはこれ、やりたいこと常に更新中やな。ああ生きがる奴らとかは言わねえけど、まあ注いじまったぜ火に油、それがやり方がシリアスか、お前のそのスタンスがいつ身になるんだ。おい、あんまり色物なめんじゃねえぞ、こういうのとバトルするから盛り上がんの、だから再生も取れてるし呼ばれてる。お前にはねえんだよ柔軟性、こっちでも人間柔軟で、yeah、 お前私たちに不便だよ、ちょっと成長してんの分かる、認めた方がいい。それは嬉しい、認めてくれたらすぐ女だからまた嫌いちゃってのは嘘、あんたはタイプじゃねえからやりません。俺もやりたくないでーす。残念、それはそうだろう、別にこういうのに興味ないとか言わない、確かにスキル伸びてるし早口とかじゃないし一歩踏んでるし、だけどラップが下手くそ。めっちゃ仕方ねえことだけど平凡のことをやらず、まずのかますバカじゃあげながらもここに来てるだけだ、この早口が聞きたかったんだろおめえら。終了。それでは判定参りましょう。まずは先行くるみそら、後攻46、勝者46。さあ、お疲れ様でした。すげえわねえ、なんかこの間鬼セブンで2勝して調子こいちゃってワンチャン勝てっかなと思ったんだけど、無理です、さすがに、ただのデブじゃなかったです。ありがとうございました。はい、くるみそらありがとうございました。